はい、おはようございます。11月5日になりました。今日は金曜日ですね。金曜日の相場解説になります。今時間は4時25分なんですけども、今週はどうですか。月曜こそ様子を見ましたけども、火曜日あたりからこのレンジ戦略がむちゃくちゃ生きてきて、上がっても下がっても取れたんじゃないかなと思います。私の相場解説も取れたことばっかりお話してるんで、すごく話しやすいですね。それではこちらの方ご覧いただきます。これが何かと言いますと、昨日の相場解説としてしばらくしてね、夕方の18時にスクリーンショットを撮ったんですけども、朝の時点ではこの辺りね、この辺りからバイに入るんだということでゆらーっと動いたところだと思ったんですよ。その後18時になって上のゾーンに触れましたよね。でそこでイグジットして、さらに今度はセルでエントリーするというところでございます。セルでエントリーすると、もう早速陰線がギュッと出てね、下の方に向かうことを示唆してます。これが何を意味するかっていうと、こういうふうに下の黄色い線に当たったらバイで入って、上の黄色い線に当たったらセルで入ることを繰り返せば利益は上がっても下がっても取れますよねっていうふうな今週の説明と一貫するわけですよね。じゃあね、同じ1時間足の現在の様子を見てみましょう。いかがでしょうか。先ほどお示ししたのがこちらの陰線でしたけども、その陰線は今となっては下の黄色い線まで達するぐらい降りてきましたよね。つまり下から入ってバイ、上の黄色い線に当たったらセル、下の黄色い線に当たったらバイ、そして上の線に当たったらまたセルが全て当たってるということです。はい、じゃあデイリーを見てみますよ。デイリーはお話したように、もう赤い線が2本引いてますよね。ここをレンジと捉えていけばいいよってことだったんですよ。そうするとほら、レンジの枠の中に入ってるでしょ、全て。で、直近の3本の陰線4線が上下に長い比を出していることを見ると、迷い始めているということになりますね。ですから、まあ当然ですけども、ボックスに入ったってことは今度ブレイクが起きるってことですからね。そこを注意していきましょう。4時間です。4時間いかがでしょうか。もう一回明確に聞きますけども、この箱の中でロウソク足を推移してるわけなんですよ。ということは、下に当たったらバイで入って、上に当たったらセルをかけて、下に当たったらバイで入って、上に当たったらまたセルを行くってことで、ずっと取れていけるでしょ。で、そうならなかったブレイクアウトしたところが今度は、トレンドに入りますんで、トレンドの方向についていくってことになります。ほら、綺麗な、なんかあれですね、レンジになりましたね。これが4時間ですね。もう1時間は言わなくてもよろしいかと思いますけども、一応開けてみましょうか、流れ上。ほら。ね。黄色いところ、下の線から上がっていって、上の黄色い線に当たったらこっち。下の黄色い線に当たったらこっち。上の黄色い線に当たったらこっち。ということで、守備一貫してるっていう、そんな図ですよね。で、ちなみになんですけども、もう一回ですよ。昨日の夕方、18時にはこうなってたんで、私の場合はセルでエントリーして今に至るってことです。ね、ここでも取れて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 るわけですよ。これは今回、でかいですよ、かなり。この90ピップスの間で推移して、だいたい60数ピップスをね、4回取ってきた。1、2、3、4と4回取ってきたことになります。これが美味しくなくて何なんでしょうか。ということでね、レンジがしっかり絞り込めると、こういうふうに今週ずっと利益が取れるようになってました。先月も申し上げたんですけども、11月の最初のね、見極めをすることによって、11月もだいぶ楽に勝負が進められるってことになりまして、今回そのような1週間を送ってこれたなってことですね。まだブレイクアウトが始まるまでは同じ、今週と同じレンジ戦略をずっと用いていきますので、皆さんも今週ね、もう一回一気見などで見直していただいて、来週に備えていただきたいと思います。はい、じゃあ本日は以上ですね。